フェアリー・フェレット・フェアリー・フェレットは、イギリスのフェアリー・アビエーション製の航空機、汎用の服用機を目指して開発され、性能は良好であったが受注を得ることはできなかった。フェレットは、イギリス空軍省の要求仕様37-22を満たすために開発された、フェアリー・アビエーション初の総金属製航空機であった。海軍の関心を得られなかったため、フェアリー・アビエーションは、汎用服用機として、 イギリス空軍に提案した。試作機は3機が製造され、2機は海軍の要求仕様を満たす乗員3名、1機は乗員2名であった。複座式のフェレットマーク3は後席に自社開発の新型高速機銃座が取り付けられていた。最初の試作機フェレットマーク I は 400HP のアームストロングシュドレージャガー4空冷ク型エンジンを装備して 1925年6月に初飛行した。他の2機は翼服を9インチ延長し、425HP のブリストルジュピター空冷星型エンジンを発動機とした。マートルシャム、ヒース基地での試験結果は良好であったものの、採用には至らず生産に入ることはなかった。フェレットマーク3、ありがとうございます。